はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダークーガーデラックスペガサスボウガンです。はい、タイタンソードに続いてこちらも紹介しましょう。これはクーガペガサスフォームが使うボウガン型の武器で、この姿になると超感覚を手に入れますから正確な射撃ができるようになるんですよね。ただその代わりに街の環境音とかも細かに拾っちゃって扱いが難しいフォームではありますが、おもちゃ的にはちゃんと光る鳴るで、グリップ連動でリアルサウンドが鳴るんですよね。この頃は連続使用時間とかも書いてある。内容物とかギミック説明は全て裏側に書いてあって、モードは連射モードと必殺モードで、要は一撃必中のブラストペガサスとライジング状態のライジングブラストペガサス、各モードで遊べますので、今回もライジングパーツをつけて2つの状態で確認しましょう。はい、中身はこうなってて、ペガサスボウガン本体とブレスレットが2つ。ブレスレットはおなじみの金の軟質パーツに、各フォームチェンジに対応した今回はクリアグリーンと銀ラメ。装着した際のイメージはこんな感じですね。ほんとよくできてるよね。ではペガサスボウガン本体、今回はブラックをベースに金の装飾があしらわれてて、グリップにトリガーがあるのと、手前のこのパーツ本編通り引くことができますので、連動して弓パーツが稼働と、奥まで行くとカチッとロックされてトリガー連動で展開と。この辺は本編通りで、ここが発光するのと、この辺りの稼働するパーツは軟質でありながら変わった造形してますよね。この辺にも古代文字が入ってて、前面はメッキパーツとクリアで、ここにモールドも入ってますし、この辺りもメッキがあしらわれてて、これ裏側も全部メッキだからね。で、本編でもグリップ上の機械的な造形は目立っておりましたが、ちゃんとそこは再現されてると。古代の戦士の武器なのに、この辺がちょっと大パーツ的な機械要素になってるんですよね。その周りの古代文字はシールで表現で、厚みはそんなにありませんね。グリップ周りも情報量少なめかな。でもこのあえてボウガンでありながら、縦に稼働するのがいいっすよね。こう横じゃないんだよね。そしてタイタンソード同様にそれなりにボリュームもあって、最新の射撃玩具と合わせても、さほど大きさ変わりませんね。ではサウンドいきましょう。電源オン。起動音は鳴らなくって、トリガーを押しても射撃音鳴りませんが、こっちのグリップと連動してますね。引き切ると、まずは必殺。いいね。超感覚を得たように研ぎ澄ませてから撃つみたいな。これが必殺モード。もう一個が連射モード。これはトリガーを使わず、浅く引いて、離す。こんな感じで、連射遊びが、できると。この2モード。なので特に必殺チャージ音とかそういうのはなりませんから、非常にシンプルですね。連射モード、必殺モード。ほら、ここがちょっと控えめですが、発光するんですよね。あとは、引き切っての、このシルエットも何気にかっこいいんだよな。横から見ると、こんな感じ？いいね。これがペガサスボウガンの遊び方で、まあ、あとはあれだね。変身する。からの、これを使えで、リボルバーを一条さんから渡されて、はい、ペガサスボウガンに変化、必殺。こういう風にアークル連動で遊ぶ感じですね。使える！全然組み合わせられる。ではライジングペガサスボウガンにしていきますが、前回使ったライジングパワーセットのタイタンソードの先端部分ね、これをそのまま使うんですよ。なのでこのセットには武器ごとにライジングパーツが入ってるわけじゃなくて、アタッチメントパーツだけ3種類入ってますので、側のメッキパーツは流用と。なのでライジングタイタンソードから外して、これは使わずに別のアタッチメントパーツをこの部分に覆いかぶせると。反対側も。そうするとカチッとはまってこういう状態になりますから、あとは前回と同じようにゲート跡がない方を上側にしてロック。はい、はまりましたね。反対側もはめてあげれば、
はい、ライジングペガサスボウガンが完成と。これはかなり見た目変わりますよね。本編だとこのゴールドパーツがとにかくでかくってもう超出っ張るんだけど、さすがにそこまでは表現されておりませんが、ライジングブレードが入ることで銃剣のような見た目になって、古代文字もより目立っててパワーアップした感半端ないですよね。正面から見ると銃口部分の前にブレードが2本突き出てて、本当に豪華な重攻撃アイテムにパワーアップと。この辺のメッキパーツの連なりがすごいいいっすよね。ただ音声は変わりませんから、グリップを引いて、はい、この状態かっこいいっすよね。で、射撃。同じ必殺音が鳴りますし、連射も。できますが、同じサウンドが鳴ります。ただ同じライジングブレードでタイタンソードではより体型になって、こっちだと強化版射撃武器の見た目になるのがよくできてるよな。本当に平成ライダー一発目からおもちゃの遊びの幅が広くていい。じゃあライジングペガサスで、必殺遊びと。はい、連射音収録されておりますので、本当はこれくらい重厚な音が鳴るってことですよね。まあでもアクションを組み合わせればそれっぽく遊ぶことができます。元に戻すときはシンプルにパーツを外して上下に外してあげて、これで元のペガサスボウガンに戻りました。以上、仮面ライダークーガーデラックスペガサスボウガンの紹介でした。